組はプロレスショップチャンピオンの提供でお送りします。今年8月ウェーブが7周年を迎えます。そこで今週と来週の放送はウェーブの原点である旗揚げ戦、そして3周年大会の模様をお届けいたします。7周年を迎えることができるのもファンの皆様のおかげです。さあ今週来週とウェーブの懐かしい大会をご覧いただきます。ついにウェーブも7周年ですか。さてマンスリーゲストは今週も夏すみれさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずはこの旗揚げのその試合前の模様からご覧いただいております。二上さん懐かしいですね。懐かしい。今何をしてるんですか。生ビールを。神さん若いですね。30代やもん。そうですよね。この時ガビさんが38歳ですか。はい。というわけで、ウェーブ旗揚げ戦の模様をこれからご覧いただくわけですが、まずは入場式であります。あのセールアウェイって書いてるじゃないですか。はい。あれ5周年あたりで気づいたんですけど、セールアウェイなんですよ。あ、アウェイの、そうなんです。アウェイな方なんですよ。それ5年目ぐらいに、あの某記者から言われて、はい、僕毎年思ってたんですけど毎年言ってくれよって。そうですね。そんなもん1年目に言ってくれよ。そうですね。まあこれもまあウェブらしいエピソードになりますね。そうなんです。こんなご時世に旗揚げをしてしまいました。でも、所属選手2人ですが、宇宙一の団体にしたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。はい、というわけでガミさんのこの宇宙一の団体にしたいという発言からスタートということになりました。オープニングウェーブ。さてまずオープニングウェーブはなんとこのカードからスタートいたします。オープニングウェーブのグランドオープニングマッチ。会場の皆さんのボルテージをどこまで高め、そして引きつけられるか。選手の戦いであると同時に客席との戦い、それがオープニングウェーブ。ガミ VS 木村京子。はい、というわけでなんと旗揚げ第一戦オープニングマッチはガミ対木村京子でスタートということになりました。ウェーブの歴史はこの一戦から始まります。さあまず二上さん、まあ、オープニングウェーブ結構いろんなああいうキャッチフレーズというかコンセプトがあったんですね。ね、あったのね、ええ、すっかり忘れた。しかもキリさんが板付けやつ。そうでしたね。今思えばちょっとやはり7年前だいぶ違うことがありますね。すごいな、歴史を感じるな、はい。変わってないのロゴだけやな。そうですね、ロゴは最初からあったんですね。ありますよ、さあこのウェーブ旗揚げ、まずは、ガミそしてオオカミ、この2人が所属でありました。そして上松俊恵がコーチということで、そういう陣容で始まりました。さあ目つきからのスタート。夏さんはこの旗揚げ戦、これは初めてご覧になるんですか。DVD とかではあるんですけど、生では見てないです。あ、DVD では一応、はい、その時どうでした、見ての印象というか感想は。あ、はい、素敵だなと思いました、絶対思ってないよな、今の言い方、今の言い方絶対思ってないよな。なんて言えばいいの。口先だけですね。口先だけやろこいつ、まあしかしこのウェーブ旗揚げに際しまして、さあウフは見たいかが出ましたが、まあガミ二上さんがですね、プロレス界のアイドルを作ったり、コミカルやバチバチもできる戦いのデパートを作りたいという、そういうことでね始まったわけですけども、7年経って戦いのデパートを構築できたような感じがしますね。いやいやいや、なんか、なんかね、三越セタンホールディングス的なね。そうですね、そんな感じですよね。まあそうですね、どんどんこうやって大きくなっていったという感じしますよ ね、なんかね、まあ本当にそういう意味で戦いのデパートのその第一歩はここからのスタートであります。ガミ対木村京子、まあ、木村京子とはね本当に二上さん、このウェーブが始まる前の二上さんがやられてたザ・ウーマンの時からですね、そう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 、レギュラーとして出てましたからね。おっと張り手一発、今の張り手じゃないからね、小手です。今の張り手じゃないんです、小手です。やっぱ小手でしたね、プロレスの技でした。木村京子のアフロヘアも懐かしいといえば懐かしいところがありますが、この後二上さんもなぜかアフロヘアになるんですよね。そうそうそう、2ヶ月後ぐらいですね、きっと、2、3ヶ月後にアフロでしたね。はい、そしてアフロマシンガンズというタッグチームもありました。さあこの時木村京子、さらに上松蘭、渋谷修香織らがレギュラー参戦すると、そういう発表がありました。さあその中での木村京子の参戦ということでありますが、さあこれでヘッドバット続き、おっとこれはなんだ、スポールパッケージ、目つきは使っていません。この時は三つからのスモールパッケージやってなかったんですかね。いや、やってると思うけど、忘れた。さあこの7年前ということで、おっとガミも一緒に走る、そしておっとまだこの時はラリアット、
まだウエスタンガミアットと名乗ってはおりません。さあ今度は何だ。そうですね、まだハンセンさんとお会いしてないですからね。そうなんですよね。直伝でも何でもないよ。そう一緒にご飯を食べてビールで乾杯しただけなのにね、ウエスタンガミアット、もうそれでもうやる気満々なんだから。私未だに待ち受けですから。あ、そうですか。まあそうですよね。まあなんといって、おっとこれは懐かしい。これは二神式首型とか、いや違う、なんだ、なんですか。二神式首型の面からの腕絡みですよ、はい、おーすごい。さすがに無限の技を持つ女神木村京子のこの表情。さあどうだ、ギブアップするか、どうだ。あっとタップアウト。オープニングは神の勝利。何二神式首型の面、何ですか。首型の面知らん。まあ多分その後の雰囲気でなんか考えたらね。多分ね、そう、またそう乗りといてってそういうこと言ってる。ないよ君、角みたいにおでこが跳ね上がってる。ひどいな、もう。もう一人はねえからな、私。はい、というわけで第2試合をご覧いただきましょう。松本、大畑、そしてこちらが大畑の白石麻衣ですね。あ、はい、かー、美穂さんが。はい、左側が妹のイオ、そして右側がミオであります。さあ続きまして S オベーションですね。この当時大畑美咲、松本ひろよ、うわ、なんか二人ともしょんべん臭いぞ。なんかそうですね。さあこの当時のミオはまあまだなんか気迫ないですね。そしてまだ青い妖精時代の大畑美咲です。出してええの、怒られへん、大畑に。そうですね、まあ、この時から腹黒かったんですかね。ね、実はそうかもよ。そうですよね、実はだって私挨拶されへんかったもん。あ、そうなんですよね、二人さんも控室で会った時にね。そう、ブーンってブーンってドライヤーやったとった、この子。夏さんどうですか、この大畑選手の新人時代は。いや違いますね、やっぱ今と。ちなみに、白石麻衣は2007年3月デビューということで、この時キャリア5ヶ月余り。そして大畑美咲は2006年12月デビューということで、キャリアがこの時が、9ヶ月ですかねになります。そして松本ひろは同じく2006年7月デビューということで、キャリア11ヶ月。おっと今何でした、大丈夫か。はい、当時はこの松本大畑タッグチーム名を 3S と名乗っておりました。それが7年経ったら今ムチ振ってますよ、この。そうですよね、父出してムチ振ってますよ。もうボインポイントのね、父は出してないな。いや出してはいないですけど、まあボインポイントの申し子になりましたからね。おっとハイキック。そして白井美穂、この7年後は4団体所属という、そういう売れっ子レスラーになりました。すごいな、この4人はまだ現役で残ってるもんね。そうですよね、みんな現役でやってますからね。なんかね、旗揚げの頃の、ええ、この間旗揚げに出てた人で集めようって言って試合組んだんですけど、はい、あんまり残ってないことに気づいてまあ、ね、あれ折れへんのっつってまあそれ7年も経つとね、7年経つとね、様変わりしますよ ね、18歳とか25歳になるわけですからね。ねえ、まあそれだけはこの時間聞く。あ、なんか今夏だと、ね、夏すみれっぽくなかった。はい、夏、ね、見すぎ、あ、見すぎ夏さん、やっぱりちょっと大畑さんの当時のと被るものがあるんじゃないですか。そこでうんと言ってしまうと結構いろいろなところから怖い声がかかるかもしれない、はい、あ、そうですね、はい、言わないときます。わかりました。うん言うた瞬間に私 LINE で送るで。いやさあ今度は松本ひろです。こちらも7年後には破壊する女としてブレイクしておりますが、この当時はもちろんその面影はありません。この頃はね、まだ雨降らせなかったもん。そうですよね、まだ天候もに左右される人じゃない。天候に左右されへんかったし、なんか、なんかちょっと貧乏くさいよね。そうなんですよね、まあまだデビュー1年余りですからね。なんか顔もなんか、さほど汚くはないよね。汚くない当時は。でもね、まあこの人たち、松本大畑は当時 S オベーション吉田真理子を率いる、いぶきの所属だったわけですよね。はい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 。そしてこのミオとイオ、当時は、男子の団体ですね、負けへん所属ということでありましたが、さあ今度はイオがトップロープからなんだ、おっと宇宙人プランチャー、フロッグスプラッシュを見せました。え、本当に宇宙人プランチャーって名前なんですか。昔この当時はそういうね、さあさらにもう一回アピール。これ運動神経だけはほんまに良かったよ。本当ですよね、
さあここからのなんだムーンサルト、ムーンサルトがめっちゃ綺麗、綺麗ですね。いやとてもデビュー5ヶ月とは思えない動きだ。さあここでマシュラル、これめっちゃマサパックやん。マサパックでしたね、確かに。これめっちゃマサパックやん。いやガミさんのこの幻の技と言われてるマサパック、まさに今そんな技を見せましたね。超レアやで、あんなめっちゃマサパックやん。はい、まあ二神さんの技の中でもレアですからね、うん。さあここで同士打ち。さあ当時は青い妖精というニックネームがありましたこの大畑美咲、今は腹黒女だ。そしてこちらは松本ひろよ、東海道落とし。まっちゃんもこれぐらいしかなかったもんね。そうですね、当時は東海道落とし一つでしたからね。そしておっと、このままフライングボディープレス交渉後になってまいりました。いや二神さん、もうこのウェーブ旗揚げからこういう若手同士のこう熱い戦いがあったんですね。じゃでもなんかきっと、はい、もう何年続くか分からなかったけど、きっとこの子たちが、はい、トップなんねやろうなと思ったの。ちょうどこの頃ほらあゆみちゃんたちの、はい、あの代が、ちょっと上に行ってたじゃないですか。そうでしたね、はい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 。でこの子たちがちょうど今の浦部世代じゃないですか。そうですね、まさにその通りですね。こいつら来んねやろなと思って。7年経って名実ともにこの世代がトップに立ちました、この女子プロレス界でありますが、さあこの残り時間の間で決着はつくのか。おっと、これは坂内、当時から使っていた。今の坂内じゃないんじゃない、十字固め。十字固めですね。さあ残り時間は10秒切っている。さあセコンドの吉田真理子も激を送るが、しかしここでスモールパッケージ、ここで時間でタイムアップのドロー。さあここで夏さん何か感慨深いような見てますけど、いかがでした。うわもうなんか最後、ちょっと待って、あ、うん、だ最後の大畑の顔がものすごい気が強かった、はい、あやはりやっぱ出ますねこういうところでね、うん。さて続きましては第3試合はこの今回の原点ですね。私2試合、さあいきなり竹刀を持ってのスタートということになりました。まずはガミと宮崎ゆきです。こちらはネオマシンガンズですね、タニーマウス宮崎ゆきのネオマシンガンズの登場であります。そして一方のガミとコマンドボリショイということで、まあ二神さん当時のコミカルを代表するメンバーが揃いましたね。そうですね、もうこの中3人抜けてますからね。あ、そうですね、もう3選手は引退してますね。さあまずはこのチャンバラ合戦、おダブル飛びレフリーに当たりかけた旗揚げの時からまあレフリーは飛びレフリーということで、まあ、この辺のフォーマットは変わってないですよね。変わってないですね。さあここでレアマシンガンズタニーマウスの登場。しかしこのさあこれを飲み干します、一気に飲み干す。これ何ですか、これ何ですかね。毒切り、毒切り、毒切り、あと、ボリシュウキッド苦しみだした、飲んだら苦しみだしたぞ。あれ、なんかずいぶん下ぶくれなボリシュウですね、これ。そうですね、お前何飲ませたんだよボリシュウキ。さあ、ここでセコンド陣、ジェラッキーのセコンド陣も心配に駆けつけました。あれ、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 あれだ、こんなことがあったのか、旗揚げ戦、大ハプニングが起きました。ボリシュウキッドがいなくなった。ペンザ、ペンザ、こんな使い方旗揚げから何やってんすか。いやもうコミカルですよ。いやまさにこのコミカルの原点がこの試合にあります。この試合はねノールールマッチでしたからね、何をやってもいいわけですからね。そうで、これあのね下にねあるのがサボテンなんです。あ、危ないぞ、サボテン地獄に落ちるのか。こっちに来いこら、危ない危ない危ない、見せてやるよな、謝れガミこら、謝れこら。さあ謝るのか、おっとここでボリシュイ、コマンドボリシュイが入ってきた。シクスワンナインで2人を蹴散らす。あっと、ここでサボテンの処刑だ。痛そう、痛いわ。いや痛そう、サボテンの音に刺さってみ。どう見ても痛いです今は。さあまたなんか出てきたぞ、今度はなんだ、ラダーが出てまいりました。さあネオマシンガン次から次へと小道具を出します。この頃アホなことやってたな。いやダイナミックですね。最近アホじゃないよね、なんか、ウェーブ面白くないもん今。あ、コミカルがですか。コミカルやってないからめっちゃおもろないもん。確かにこの時は突き抜けたコミカル感がありますね、なんか低いラダーの上でやり合ってるなこれ。そうですね、さあそのラダーの上の攻防に宮崎が入ってきたと、ここでロープを通打、そして丸め込んでいく、谷は丸め込むと決まるのか、2カウント。電話マシンガンズ、さすがこれが友情パワーだ。
さあ筋肉マンがアゴのタリーマン、そして宮崎幸はザ・テリーマンであります、ザ・マシンガンズのオマージュ。さあ今度は何だ、またしても出てまいりました。さあ今度は何だ、傘とそして毒斬りを決めるか。おっとうまい、これは傘でカット。さあこの毒斬りがどうなるんだ。さあこの間に試合は進行しております。さあ傘が壊れて上がらない、そして毒斬り。毒斬りって何味なんですか。毒味。まあそうですよ。おっとこれはすごい、なんと傘を利用しての逆さ抑え込み、決まった。これ傘を使っての逆さ抑え込みじゃないね、さ傘抑え込みやね。そういうことだったんですね。いやフィニッシュにもこだわりがありますね。さ傘抑え込みやねん。これはねえ下野、どっかプロレス見に行かない。自分プロレスの DVD が欲しいです。どっかお店ないかな。そんな時はプロレスショップチャンピオン、水道橋チャンピオン。プロレスチケットのことならチャンピオン、ウェブの DVD もたくさん揃う。プロレス DVD のことならチャンピオン、レアなビデオもレンタルできちゃうチャンピオン。学校帰りにチャンピオン、会社帰りにチャンピオン。プロレスグッズのことなら水道橋チャンピオン。しました、ウェブ旗揚げ戦後半戦をご覧いただきましょう。まずはチャレンジウェブ渋谷修対カオルということで、この時渋谷修は27歳であります。あまりなんか変わってない感じがしますけど、二上さんどうですか。あんまりあの貧乏空間全然変わってないですね。そうですね。そして一方のカオルですが、この時は38歳すでにキャリア21年を数えております。まあ2007年の8月ですからね。夏さんはこの当時何歳なんですか。私15ですね。15、はい、何をしてたんですかその時は。その時は、はい、割とあの、おとなしく、家の中で引きこもってたの。そうですね、当然プロレスはまだ知らないと。あんまり知らないですね、はい、15って普段普通の人何、中学生。中3です。あじゃあマックスのことですね、ゴールドが。あその時にウェブが旗揚げしてたということですよ、はい、もう外の情報は知らないところで。あ、遮断してたわけですね。遮断してました。もうウェブところが世の中の情報を遮断してると、はい、知らなかったですね。ウェブ7年間で、ね、唯一嫌な夢方した竹石が映ってます、ね。お、映ってました。本部先に。さあ20、これは7年間の黒歴史と言われてるものは、はい、7年間の黒歴史をもう最初の1年半で、はい、終わってしまったと。そうですね、ちょっと本部席の方に移りましょう。おー、すごい、ものすごい高さだ。カオル、カオルさん全然変わってないね。そうですね、同い年よ私と。いやー、ほんとハツラツとしてますからね。なに、その今の引きは何って何どういう意味だったんですかね。すごいです。うん、うん、何が肉の厚みとかやろ。なんですかね、カオルさんが若いのか。ええ、二上さんが何でしょう。何が、私が太ってんの。あ、そういうことは嫌だったんですね。さあちなみにこの時、この月なんですが、カオルはまあオズアカデミーの後楽園ホールで尾崎真由美との D-FIX を復活させたばかりと、まだまだ現役として第一線で活躍しておりました。そして一方の渋谷修ですが、まあこの時は、フリーですよね二上さん。そうですね、はい、ジェリースターが亡くなってフリーとして、参戦してまいりました。一応誘ったんですよ。あ、そうだったんですか。一応誘ったんですよ、でも、あ、いえ、フリーで頑張りますって言うから、うんうん、あ、そうって言って、じゃあで、メキシコに行きたいって言ってやったから、あ、で、メキシコに行く、はい、ちょっと前ですよね。そうですね、このチョコに、おーっと、これはすごい技が出ました。さあ、エクスカリバーからなんだ、もう完全に渋谷にダウン。さらにカオルがこのまま、おっと、バルキリースプラッシュ。さあこれでもうとどめを刺したか、スリーカウント入りました。いや、旗揚げ戦を本当にこの彩ったと言ってもいいですよね。うん、かっこいいな、やっぱり。さあこの時カオルはまだまだ第一線で活躍してたということであります。そして一方の渋谷修は敗れてしまいました。あなたとも話こいつこの頃からか
時代とは一段強くなっていたと思いました。なんかすごい上からですね。おもしゃって考えたこいつ何上から目線やねん。自分と成長していきましょう。え何自分と成長していきましょうなんてすごいはい、はい、そういう絶句の試合をご覧いただいた後はさあいよいよ名イベントであります大海見復帰戦大海見大向かい道子組対上松蘭ということになりました。ちょっとスモークなことあるね今ないですよね向かさんのこのジャンプで入るの好きです。まあ、本当にこのウェブ旗揚げのきっかけっていうのはまあ狼のこう復帰するリングを作りたいってそういう神さんがの気持ちもあったんですよ ね, なんかねちょっと気がしちゃったから、2年休んでましたからね。そうなんですよね。その2年休んでる間に JD スターが所属していた団体が解散ということでこの二神さんとこの狼で新しく旗揚げした団体それがウェブでありました。さあこの長期欠場の要因となった左膝を容赦なく攻める上松そして大向かい道子がカットに行きました。見てあの金の下品なコスチュームあんな金の下品なコスチューム似合うのあいつぐらいよ確かに似合ってますね。あの人ぐらいよ着こなせんの。まあまあ、そういう意味ではね大海見が銀で、まあ、非常に金と銀のね金と銀とね、いいコントラストだったわけですけども赤田親し金と銀やし、しかもまあこの時ねオートバックアップ大海見と、大向かい道子ダブルオーというタッグも結成してたわけですよね。ああなんか昔のあれであったんですよね、はい、そういうのがそうですよね。はい。しかしその後大海見が長期欠場ということになりまして、まあ、自然解消というわけになったわけですがさあその復帰戦、まあ、本当にこの畑さんの二組さんお客さんも超満員でしたもんね。超満員ですよ。まあまあこれはでもご祝儀なんで、超満員は当たり前なんですよ。そうですよね。まあその後はちょっとねその次ですよ55人はい、あれっていうかそうですよね。あでももうミスも分かってるからいいの、だって10日後か1週間後は10日後に試合する、うんうん、10日後か1週、うん、あの試合するっつってんのに、発売したのこの日ですからね。ああそういうことだったんですね。黒歴史ですよね、はい、あの、まあ、本部席に座っている人のまあまさにそういうものを経て、まあ、今があるということですよね、はい、あの私がこう旗揚げがこれやろうかなと思った時に、うん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 彼が仕事ができないということを見抜けなかった私のミスです。なるほどなるほど。いや本当に7年間いろんなものがあったわけですよ、はい、あの時間と金をかけて人を見る目を養いました。はい、それが一番のね、はい、7年間のものかもしれません。本当に夏さんいろんなことがあったんですよ7年間のウェブは。そうですね、はい、さあここで大海見がさあこの復活ののろしを上げるか。さあキングオブタッグチーム上松蘭を相手にさあこうトップロップからのおっと桜ドロップ。これもあの4人中3人いませんからね。あ、本当ですね。やはりこの7年の歴史というのは本当に時を感じさせます。まあ、この時点でねキングオブタッグチームと言われた上松さん JFP のタッグをこの直前まで持ってたりとかですね上松選手はスティーブ・コルノと組んで WDP のタッグ王者に輝いたりというのもう本当に女子プロレス界の中心にいました。さあまずはランが2位おっとこれはソニー上松俊也場外プランチャー上松この時33歳であります。若いなぁ33歳でもまあ若いですよね。若いなぁ大川さんだって20大川美がこの時28歳ですね。若いなぁ大川美28歳キャリア6年2001年8月デビュー。いやまあまさにねレスラーとして脂の乗った時期ですよ ねちょうどいいグラン時期ですもんね、はい、28だったら。さあここでさあブラディ EX の対戦に出ました。さあ復帰後と思えない非常に素晴らしいコンディション大海見であります。やーっとしかし上から上松が降ってきた白熱の攻防となってまいりました。夏さん非常にすごい試合になってきましたね。なんかあのねセコンドに黄緑の T シャツの JWP の T シャツ着た中島ありさがいるんですけど、はい、あれはあの一度フェードアウトする前ですね。あそうですよねまだ、どこだ一度対談する前の中島ありさがセコンドについております。やはりほら あそこニュートラルの横右側そうですねちょっと髪長い人ですか。いや普通誰だ短いよ短いっていうかお客さんじゃないですよセコンドですからね。さあここでハイエンゴール上松どうや決まるか決まった
松さんはこの上松選手、はい、まあ、さらにランとはこう接点というか交流はあったんですか？まあ、ないですね。はい、はい、まさに入れ違いですよね。そうですね、そっか、やめてからや。ランちゃんもやめてから。はい、そっかそっかそっか。上松さんはまだその何回かお会いする機会はあったんですけど、うん、ランさんははいはい、そこまでないです。実際にこうやってこの上松ラン組のタッグチームを見てご覧になっていかがですか？かっこいいですよね、やっぱ二人とも。そうですよね、もう今や伝説のタッグチームと化してますからね。おっと、上から恩返し。さあ、お迎えの2位が降ってきた。さあ、お迎えのお膳立てで大川が決めるか。旗揚げ戦はフルハウス超満員となったこの新規バスファーストリングでありますが、どうだ。まずはネックハンギングボム、前に落としていく。しかしここで上松がカット。いけすぐ。さあ、上松もこのウェーブではコーチ就任という重責を任されておりますが、さあ、なんといってもエースはこの王から。しかしここでドロップキック。まあ、二上さんとしてはこの時祈るような気持ちで見てたんですかね、試合を。祈る、うん、まあまあ、この欠場明けということで、復帰明けということで。いやいやいや、大向美智子下品やなと思ってましたやはり当時からそういう風にこいつ下品やなと思って。さあ、しかしこれはワンツーからのエルボー、どうだ。甘い、これもなんとめっちゃ湧いてるやん。でもそうですね。さあ、お客さんの興奮度もマックスになってきた。なんとしても大海美復帰戦を自らの手で飾りたいが、どうだ。とここでおっと、さあ、ローリングエルボー、カウンター、突き上げてのカウンターエルボー、大海美ゴーチンだ。旗揚げ戦メインイベント、大海美復帰戦、白星で飾ることはできませんでした。上松蘭問答無用の勝利。負けてしまったけど無事復帰することができました。まだ若干長介じゃないですねそうですね、まだ声が綺麗ですね。まだ声が綺麗です ね、はい、というわけで上松旗揚げ戦の模様をご覧いただきましたが、夏さんいかがでした？はい、ちょっと先輩方の若手時代見れてよかったなと思います。そうですね、この記念撮影にも非常にこの懐かしい顔が見られます。いや、二上さん、本当にここから始まったんですよね。そうですよ、これが始まりですよ。はい、まさにこれがウェーブだというわけですね。来週の放送はウェーブ7周年を記念してウェーブ3周年記念大会をお届けいたします。お楽しみに。プロレスリングウェーブ新人大募集。プロレス界一愉快な団体プロレスリングウェーブでは、私たちと一緒に戦うプロレスラーを大募集しています。今年入団した練習生の長浜、ウェーブに入団してみてどうだった？長浜という名字なので、入団して1週間でロングビーチというあだ名をいただきました。そして1年先輩の夏は、得点や倒立ができなかった私でも今ではリングの上で輝き、人々に感動と興奮を与えています。そしてスターサラズだと喋りも今では流暢に喋れるようになりました。ボス経験がない人でも、自分を変えたい、目立ちたい、スポットライトを浴びたい、人を投げたい、蹴りたいなど、少しでも興味のある方はプロレスリングウェーブまでご連絡ください。プロレスリングウェーブのエースは